イハイ VR 大好き VR ガイドのオキタンボットだよ。今日はこちらクエストの中から、湯原和樹さんのモナドという作品を見ていきたいと思います。日本語と英語2種類の言語に対応しているみたいです。この電源ボタンを押せばいいのかな。日本語でスタートしてみましょう。7日目、雷が最愛の彼女に落ちた。それから目を覚まさない。深い悲しみの中にいる。53日目、運命を受け入れたくない。君を取り戻す計画を立てる。あ、科学者というか、彼女は、失われた彼女の記憶を何か知っているのかな。脳に入れる装置を作成。記憶に介入して過去を変えることができる。介入して過去を変える。312日目、計画には同じ遺伝子が必要だ。私はクローンを作ることを決意した。クローン、あ、あっち、彼女の体のクローンだ。ベビーベッド？あ、熱い、熱いのね。それ熱かったのね。ミルクが。モナの初めてのミルク。苦労しながら飲んでくれた。哺乳瓶を口に入れるのが難しいようだ。これ、私。飲んだ。まず結構大きくなったね。君も好きだった。3957日目、サンドイッチを作った。あ、よかった、全部食べてくれたってあ、すっごいよく動くね。あ、すごい。あ、バスケットボール、もしかして。え、くるくる。君が得意だったバスケ、モナも君のようにゴールを決めた。え、ゴール、えい、ちょっと待って、動ける。あ、えい、そこでやつはい、えい、入ったー、イエーイやったね。あー、これすごい。え、ちょ、え、ボルダリング、え、ボルダリング。君は木登りも得意だった。昔犬を助けたようにこの子も壁を登り切った。おお。頑張る。よいしょ。1、2、1。これね、本当はね、色をこの色だけとかにすると多分難しくなるけど、掴めないんだね。やっぱり高い。ゾワゾワする。ついたよ。もう大丈夫。怖い。おお。教室。6147日目、昔の教室も再現した。計画のために山ほど教えることがあるのだ。あ、これはゾンビみたいになってる、みんな。でも、こう、雰囲気を再現してくれたのね。雨降ってるみたい。あ、でも雷。なに、なんか、掃除中？ 6104、あ、倒れた。昔の教室を思い出す。君は机や椅子をどかしてロッカーに閉じ込められた僕を助けてくれた。え、閉じ込められてた、いじめられた。あ、あそこ？なんてことをするの？よいしょ。
力持ちだね、私ね。待ってて。あ、ちょ、ちょ、ちょ、あ、見た、見た。よかったね。お、ちょ、ちょ、大丈夫。大丈夫？君とあの丘に行った。あの時、あの木の下で花をあげたんだった。くれるの？ありがとう。おおおお、え？また別の日かな？ああ。雨。私、モナと木の下で会う計画のための大切な体だ。濡れないように傘を渡した。ありがとう。だけど、計画のための大切な体だって。部屋の中。あ、鏡に私が映ってる。これが私？モナ？モナの部屋に鍵をかけたが、光をたどって換気口から私の部屋に侵入したようだ。トイレ？トイレするの？トイレ？換気口から？換気口？あ、こっちだ。トイレじゃなかった。ジャンプボタンがありますね。えい！よいしょ。6月27日の日付だね。5月27日。おっと。モナは大きくなった。6315日目。計画は実行できる。私、計画？昔のモナの映像が出てきた。思えば何年もの間、君と過ごした時間以上に一緒にいる。そうだよね。6317日、初めは君を起こすためにこの子を育てていた。いつの間にか、この子の成長が僕の幸せになっていた。私のことだよね。6318日、計画を進めれば、この子にも危険な思いをさせる。もうあの時と同じ思いはしたくない。同じ思いはした。私の雷の時の。6319日、君と同じくらい、この子が大切だ。僕は間違っていた。この子は君と違う。この子にはずっと元気でいてほしい。ゼロ。六。二。はい。七。あ、なに、なに、ショット。モナは暗号を解き実験室に侵入した。閉じられてく。あ、なんか鳥肌が立つ。モナは君の記憶を見たらしい。赤ちゃんの時の。
君が得意だったバスケット、あ、得意得意、木の下の犬を助けた、あ、これだったのね、あ、木の上ね、下じゃない、あんこで僕を助けた記憶、超過激そこは、そこは私と同じだったね。うん、僕が花をあげた記憶。そしてあの、雷の記憶？え、そんなのあった？え？え？雨が降ってきた時の、あ、もしかして、え、傘を、え、違う、雲、あ、今初めて私これを見て、え、あ、雷で、モナが生きていてよかった、本当に無事でよかった、私、君だけでなくこの子も失うところだった。あっち？あっちでいいのかな？うん。よいしょ。あ、明るい。明るい。覚えてるよ、この時のこと。美味しかったね。こちらスタッフロール、スクレジット。あ、全部見えなかった、もしかして今。いや、素敵な作品じゃん、これ。うん。おー。なんか、すごい体験する感じっていうか、実際に自分でやって、その記憶を辿ってる物語。いや、とっても素敵な作品。VR アニメーションのこの作りとかもすごい丁寧だし、映像のね、なんだろう、効果？ね、淡い、こう、記憶の中を辿るような効果？なんか、そういうエフェクトというか、うん。光の見た目の、こう、丁寧な作りとか。いや、本当にこれは素敵な作品だと思いました。いやー、ありがとうございます。それでは、次の作品を見ていきたいと思います。はいはーい、こちらは、キョ・テツキンさんの HTC5 を使った作品ですね。史上初の死刑判決を受けた AI。 さあ、どんな作品なんでしょうか。お、3言語に対応しています、日本語で。うん、もし会議論について詳しくなければ、とあるテストを招待させていただきたいです。さあ、かつてのチューリングテストのように、これから一人の人間としての自己意識についてテストを行いたい。テストを受けるのかな？うん。以下の3つの質問をお答えください。あなたが作っていたゲームは世界中に大ヒットしますが、それに伴い世界中の人々があなたを嫌いになります。受け入れるか拒むかっていう回、大ヒットするが嫌われちゃう、どうしよう。いやー、嫌われたくない。一部はしょうがないかもしれない。あなたは物理世界のルールを一切無視できる超能力をもらいますが、
それに伴い、この超能力は2月29日しか使えません。これ4年に1回ってこと？ 2 月29 ってこと？4年だっけ？物理世界のルールを一切無視できる。でも、使えるものなら使いたいよね。なんかわからないけど。はい。あなたは毎年何もしなくて、もう2000万円をもらえますか？それに伴い3万円の以下のものしか買えません。3万円以下って言ったらこれ VR 機器買えないじゃん。嫌です。はい。周囲主義者。すごい面白い。スロットみたいな感じで。はい。周囲主義者は自分意識を完璧に抑えることができるため、簡単に自分の意識を悟ることができます。自分のことが分かってるってことかな？あなたとお似合いと思います。今回のシミュレーションはよりよく人間を近くため、これからヘルメットを使い、あなたの大脳質、私、大脳質どうかされるの？これからの流れでできるだけ多く問題を返答してもらい、はい、わかりました。はい。できるだけ問題に回答すればいいのね。いきなり。これ、何かを書くような、110って書くのかな？悲しみと驚きは一瞬に過ぎない。彼の目の中に光が失っていく。死んでしまったってことね。この事実を認識する前に既に溜まってる。もう死んじゃった。死体がある。馴染みのあるからはもちろんあなた想像。私が想像主なの？どういうこと？でもなんかすごい面白い。これ ?UI が、こんな感じなのね。おー。なんか水が溢れてる部屋にいるんだけど。なんかいっぱいデスクがあるけど、それじゃない。こんにちは。このテストを受けてくれてありがとうございます。すぐさま殺人事件が発生したもの。そうだよ。いきなり殺人事件ってどういうこと？間違えた。間違えました。でもこの進め方面白いよね。字を書いて。何、私って誰？普通のテストの案内に、この人の案内に。しかし、なぜか驚くような大脳質検出システムを備えている。まずは正しい質問に答えられるかどうかテストを受けてください。はい。今回の数字試験です。なんで、わらって3問用意しました。3問答えられたテストは成功。はい。ヒントをたくさん用意したのでご安心ください。パネルを開くとたくさんの単語が出てきますが、これらは全て選択肢です。これ？はい。いっぱいある。はい。殺人者は誰だ？なんか名前があるね。いっぱい。わからないし。なんかヒントがあるのね、きっと。はい。あれ、違う。違う。100。はい。その答えは個々のシーンにありますよ。円や0を書くことでシーン全体をスキャンすることができる。今すぐデータでアクセスすることが可能。なんかここからいろんな場所に行けるってことかな、多分ね。きっとそういう、何これ？なんか説明があるって。なんか行ってみる？黄色。ちょっとこれ消した方がいいね。王子様がいる。110。間違えた。110。はい。人魚姫の居場所を正確に知った王子は、発狂した。どうして？
え、なにこれ？ここになんかあるの？これ？そこに、あ、え？え、あー！あ！絵本になってる。あ。人魚姫は王子に会うために宮殿に忍び込みましたが、王子は人魚姫を見ませんでした。それ以来、王子は人魚姫を見ていない。人魚姫も人間になってやってきたけど見てないらしいね。はい。すごい、面白い。これ飛び出す絵本形式。王子は高台に一目惚れした少女を見かけました。こっちかな？うん。王子は片思いではなかった。そうだね。ちょっと、人魚姫の気持ちを読みたい。人魚姫は時々魔法で歩ける足を取り替えても街へ出て、城の王子様に見とれていました。結構離れてるね。よく見たら。それから？うん。人魚姫は片思いではなかった。お互い、両思いってこと？うん。しかし、出会う機会がなかった。同じだね。スズシは魔法を使って人魚姫の居場所を見つけるのを手伝った。人魚姫は痛みに耐えていた。痛み？うん。彼女は宮殿の中を歩いていたが、痛みに耐え、なんか足、魔法で変えたけど痛いのかな？うん。彼女の苦しみは拘束されていることから来ている。拘束？拘束？どういうことかな？はい。魔術師は王子に王様の寝室に人魚姫の魔法の痕跡があると告げました。なるほど。王様に魔法の痕跡。最近王様はずっと元気で久しぶりに地面を歩くようになりました。お、いいことだね。うん。戻ってきたぞ。王子は突然人魚姫がどこにいるかを理解した。最後の矛盾した結論を説明できるのはこの答えだけです。どういうこと？魔術師。魔術師は王子に人魚姫の魔力は彼女の、臓器で維持しなければならないと告げた。臓器。臓器。そのため、臓器移植は、魔法とかじゃないの？臓器移植は必須である。これらは非常に重要な臓器であり、これがなければ人は正常に生きることができないのです。どういうこと？どういうこと？臓器を？臓器移植。それを知った王子は気が狂いそうになった。人魚姫は彼女の臓器で維持しなければならない。臓器移植が必須。っていうか、どっちかというと、王様に彼女の臓器をなんか渡した的なことなんじゃない？で、その大切な臓器を王様に渡したから王様は元気で、立ちどころに理解した。人魚姫は、AI 関係あるのか？王様の中にいる？でも人魚姫もういなくなった、もしかして。正解と思います。来たのか。無駄な時間を使っててもこしらって、はい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 。殺人者は誰かまだわからないね。正解したら時間が伸びるんだ。はあ、なるほど。はいはいはい。だから落ち着いてちゃんと答えないといけないってことだね。ああ、面白い。
穴が竹のように流れ落ちてる。そうだね、 見えてるばっかりね。このまま放っていくと大変なことになりそうですね。そうですね、ちょっとなんか水が増えてきてるねこれね。教育してるわけを、こんな、そうね、ちょっと、なんかタイマーが確かにある、ある。4分って書いてる。え、ちょっと待って。待って。急がないと。え、あ、これ最初のとこ。え、違う。1、2、3、4、5、500番を10年の間提供し、あなたのラボをサポートします。今回、お前が慎重になってるからこそ、この価格で提供するんだぞ。なんか脅し気味だね。なんか笑って。マー様、マー様、本当に申し訳ありません。私のせいなんです。本当にそれはあなたが考えてるようなことでは、何なんだろうね。チューリングテストに合格してたっていうのは本当なのか。あ、間違えてる、これ。10、それだけでいい。チューリングリテストに合格したのか？それはそうです。あまりにも、何か点滅してる。その底は見えないのです。我々に何が起きてるのか全く見えない。そんなものをあなたに売るなんて、とても私は真剣に申し上げています。ちょっと何か入れてみる。じゃあ、まあ、さんが殺して、で、助けたのはこの、なんとかさんって人で、チューリングテストに合格したのは、人工知能なんじゃない？はい。違う！はい。これは何ですか？ゲームオーバーかな？違う。1、1、1。私、投げかけをするテスターの計算能力。いや、ちょっと待ってよ。もう一回テストを続けることができる。あ、ちょっとやってやろうじゃないの。汗かいてきた。あと3分くらいしかないんじゃない？はい。はい。何何？1、1、1。静粛に、ちょっと待って。私、裁判にかけられてる。議論を尽くされたでしょ。ここで切り上げなければランチが食べなくなる人が出てきます。はい。なんか、早く済ませようとしてる？なんか大事。中級法廷。はい。チューリングテスト。チューリング型潜水艦。え、待って。私潜水艦特殊 AI。はい。潜水艦の AI だった。はい。死刑！ちょっと待って。死刑。待ってください。待って。ちょっと待って。どういう、なんだ、ここは？え？砂漠？あ、誰か倒れてる。え？砂漠である男性の遺体が発見された。彼の反射砂に溺れており、手には一つのマッチ、マッチがある。やられたー。ちょっとクリアはならなかったけど。いや、とってもでも、すごいミステリー。これは、何回も遊んで、やるたんびにいろんな真相も分かったりするし、このね、画面がね、人間じゃない感じ。なんか、サイバーな感じがして、まあ、これが多分私が AI ってことなのかな。いや、でも、どういうことなのかな？あ、でも、ちょっと待って、すごい、え？すごい、スタッフロールがすごい。いや、とても深いミステリー作品。私はちょっとクリアならずだったんですけれども、いや、とても、なんか、よくできた作品だと思います。このね、真相をやっぱ解くのはね、この視聴してる皆さん、あなた自身の、あなた自身が解いて、ぜひこの作品の本当の意味とか、ストーリーを味わっていただきたいなと思いました。この1001っていう風に、入力する1と0
の入力っていうふうにデジタルな感じにしてるのも、すごい AI の世界観に合ってたりとか、あと入力をね、視線とか、これで選択するんじゃなくて、文字で選択するっていう UI もすごい面白いなって思いました。なんか、VR 版のタイピング練習みたいな、そんな感覚もありますね。ちょっとなんか未来のインターフェースの一種なのかもしれない。いや、とても楽しみました。ありがとうございました。いいところに来たね。見てみて。私は VR の今を楽しみ記録して、でクロスみんなと未来を開拓していく活動をしています。それはあなたを刺激する素敵な体験になるかもしれません。ベネチアのゴンドラ、これ現地のフォトグラメトリっていう手法で、本当にリアルの現実の、オキタンさんも一緒に働きましょうね。あ、いいんですか？新しいですか？働きたいですか？そこで。ちょっと興味が。そうだよ。記憶。東部は日曜がいっぱいあるところ。明日はね、明日も観光があるから、ちょっと。はい。これで私が現実のレポートができるようになるっていうね。うん。マッチはいかが？マッチはいかが？あったかーい。なんだよ、もうやだよ。ユグドラシル。